FP8500 型分光光度計を用いた微小サンプルでの蛍光スペクトルのご紹介をさせていただきます。通常粉末のサンプルなんかですとこういったホルダーに入れて測定を行っていたんですけれども、この状態ではやはりサンプル量がある程度量が必要であるとか、このサンプル自身が均一に測定しているのかできているのかといった問題点があります。また、すごく微小のサンプルがマトリックス上に埋まっていた場合、そのサンプルだけを測定したいといったご要望もこれまで多くいただいておりました。そこで今回日本分光では IR で用いられている KBR 法を応用しまして、まさに一粒での蛍光分光光度計の測定を可能とするようにいたしました。実際にサンプルを調整したのがこちらになります。非常に小さいんですけれども、この中心部分に光っているものがありますけれども、これがサンプルになります。で、調整の方法は、こういった正方形の板があるんですけれども、これをこのまず1枚セットして、粉末のサンプル、これを真ん中にセットします。こんな感じですね。で、これをもう1枚のプレス、KBR のプレートでサンドイッチにしてこれを乗せます。で、それをそのままこのプレス機ですね、このプレス機でこのようにプレスします。で、これで調整が完了です。で、調整できたものがこういった形ですね。で、これをセットして、ね、今ちょっとこういった積分球のアタッチメントがありますので、このように資料室の中にセットして、それで測定を行うことができます。主に素材系の研究分野、有機 EL ですが、そういった発光材料などそういったものの微小測定の際によく用いられております。まあ、この他分光蛍光光度計以外でも分光光度計ですとか他のさまざまな装置で、まあ、微量測定、一滴測定 のアタッチメントを取り揃えておりますので、もしそういったご要望がありましたらお声掛けいただければと思います。どうもありがとうございました。